おはようございます。サニくん定位置ですね。昨日から全く場所が変わってないんじゃないかっていうぐらいの定位置なんですけど、まあ、なんか用事がある時だけ起きてきてご飯とかですぐここに入ります。サニくん一日寝てますね。ほんとエスカルゴみたい。みんなおはよう。今日もこれ持ってるの。取らないでって言ってんのしょうか。ごめんね。取らないよ。ママこれ別に遊べないもん。ポミためたに。今日何して遊ぶのポミ。ひなたぼっこと、引っ張り合いっこと、おもちゃぽいごっこと、お散歩。オッケー、わかりました。じゃあ今日もそれして遊びましょう。グーボーイ。いい子しててくださいね。グーボーイ。5時を過ぎてしまったんですけれども、ちょっとだけお買い物に行ってこようと思います。トレーダージョーズと、まあ、行けたらペルジャンマーケットに行ってこようと思うんですけれども、買い物ね、中身はすごい少ないんだけどさ、いつもねレジが寝込んでてすごい時間かかっちゃうの。なのであんまりねレジが混んでるようだったらペルジャンマーケットはパスしてこようかなとは思っておりますが、とりあえず行ってこようと思います。着きました。トマトとお水買ってきます。お家に帰ってきました。ほみちゃん来ようとしてますよね。もうちょっとで散歩行くよ。片付けしたら散歩行くからね。 OK。 グボジャンマーケットはね、駐車場もね混んでたのでパスしてきたんだけど、いつも通りスパークリングウォーターを5本買って、トマト、これを買いに行きたかったからさ、アップルサイダービネガーもなくなったので買って、ピュアバーボンバニラエクストラクト、まあバニラエッセンスもなくなっちゃったから買ってこようと思ってたんだけど、どこで買おうかなと思って、前コスコのやつ使っててすごい大きかったので使うのに結構時間かかったから、まあこのぐらいのサイズがいいかなと思って、アルコールフリーとあったんだけど、やっぱこっちの方が美味しいだろうなって私は思ったので買いました。おせんべい好きだからね、クラッカーを買ったのと、ごまと醤油のおせんべいっぽい感じだと思うんだ。まあ、裏切られた時にね、もちライスクラッカーも買ってきました。今日はこれだけです。ではね、6時になったので、これ片付けて、洗濯物畳んだらお散歩に行こうと思います。それでは散歩に行ってこようと思います。もうね、6時半ぐらいなので、いつも通りポミちゃんのお友達巡りコースにしてこようかなと思うんですけれども、いつも同じとこ行ってるとつまんないなぁと私も思うし、ポミも思ってるのかな。どうなんだろう。でもね、一番回りやすくって、交通量もそんなに多くないコースなので、私も好きなんですよね。ここの家住んでもう3年ぐらいになるんですけど、気づいてなくってさ、もこっとしている、何これ、わかんないんだけど。これさ、紫の可愛いお花が咲くのね。それにね、今年気づきました。もう今更って感じなんだけど。ほら、つぼみがついてる部分咲いたらすごい可愛くなりそう。今まで気づかなかったってことは、あんまり咲いてなかったのか、見てなかったのか、見てないことはないから、あんまり咲かなかったのかなと思ってます。隣さんはね、ハイビスカスがすごい綺麗に咲くの。めっちゃ綺麗にいっぱいいろんな種類の大きいのからちっちゃいのまで咲くんだよね。私もハイビスカス植えたいんだよね。素敵だなと思っていつも見てます。このバラも可愛いね。色が可愛いと思う。私の好きなピンクですね。なんかもふもふ膨らんできてますね。やっぱり膨らむんだ。今日はね、昨日と全く同じ時間なんだけどね、日差しがあるからかね、あったかいです。すごくあったかい。風もね、冷たく感じなくって、週末に向けてね、気温が上がってくるって言ってたから、少しずつ気温が上がってきた日なのかなと思っておりまして、お散歩も快適でございます。まあね、このぐらいの気温と日差しでお散歩するのが一番ね、気持ちいいなぁと思っておりまして、日差しがね、やっぱきつくなるとね、疲れるので、で気温も上がるからね、やっぱり今の季節がね、一番お散歩気持ちいい季節ですね。ね、ポミね、かわいいね、お花ね。旦那は私がお花好きだとは思っているっぽいんだけど、これとか超かわいいね。お花をプレゼントしてもね、サニーやトトやポミが食べちゃって大事にしないからね、好きなのになんでね食べさせちゃうんだみたいなことを言うんだよね。食べさせてるわけじゃなくて勝手に食べてるんだよって思うんだけど、旦那からバレンタインでもらったお花はね、ちゃんと食べられないように侵入されないお部屋に置いといて、でもね、そうするとあんまり日が入んなかったからね、ドライフラワーにしたかったんだけどね、しなしなになっちゃったのね、できなかったの。だからね、そこの辺は難しいなと思ってますが、でも切り花より土に咲いてる
地面に咲いてるお花の方がやっぱり私好きだなと思って、人のねお家とかのお花見たりとかさして、こうやって散歩するのがやっぱり好きですね。ハイキングとかもそういった意味ではすごい好きです。すっごいお肉のいい匂いがするんだけど、どっかでバーベキューやってるな。もうねポミね、お友達いないと思って諦めてるからさ、近寄りもしなくなっちゃったよねここ。みんなお散歩の時間なんだねきっとね。はぁ、お肉食べたい。お肉のいい匂いがする。お家に帰ってきました。ポミは私がお家に帰ってきましたと言うと遊び始めるんだけど、なんでなんだろう、毎回そうなんだよね。テンションが上がる何かがあるんでしょうね。ねポミたん、じゃあご飯の支度して、美味しいしようね、ポメもね。じゃあ肉汁多少超えるね。じゃあやっていきましょう。ポメくんご飯にしましょう。お腹ちゅうた？ちゅうたの、そう。ポメこれ食べるんだよね。お肉もチョキだけど、ちゃんとドギーフード食べるんだもんね。いい子なんだもんね。ではお手ください、どうぞ。なんかおかしいんですよ。今日もなんか変なにょ。はい、よし、もう一回、お手、よし。うーばい。ゆっくりよ。コロコロって言ったけど、今。ガリガリ上手、ガリガリ上手。よだれがすごいですね、ポミシャン。ガリガリ上手。グーボーだな。じゃあ、ヨーグルトタイムしましょう。はい、お待たせいたしました。グーボーでしゅね。待ててくれるんだよね。ママが他のことしてもね、ずっとね。ほうりこでしゅね。お手。お手？お手は？お手、もう何？ちょっと戸惑ってるね。はい、もう一回して。お手。おかわりグッバイ、ジョージュ。はい、ジョージュ食べてね。昨日ヨーグルトちゃんちょいてるのお父さんにバレちゃったんだよね、ボミナね。ジョージュ食べてね。ゆっくりよ。ジョージュだな、ボミナンナ。ジョージュ、ジョージュ、グッバイ。それでは私もご飯食べていこうと思うんですけれども、先週かな、ミートソース解凍しちゃったのが残ってたので、ケール入れて、リングイネにしまして、卵があったから入れた。昨日のスープとお漬物と、これは昨日試食したものなんですけれども、またレシピきっといつかアップロードされると思うんですけども、マリネになります。旦那がね、多分ね、あと5分もしないで帰ってくるんですよね。まだちょっと7時過ぎなんだけど。だからまあ旦那が帰ってきたら一緒にサラダ食べながらご飯を食べようと思います。先に私はね、食べてようと思うんですけれども。では、いただきまーす。お父さん帰ってきたね。遅いんちゃうの？ちょっとね、出てこなかったよ、ポン。なんで？お腹いっぱいなんじゃん。もうご飯食べたの？うん、もうとっくに食べてますよって。食後のシーンは？もう少ししないと出ませんよね、ポミちゃんね。緊急する？緊急する？って言った。後でね、ポミ遊ぶってよ、お父さん。今日なんで早いの？早くないからね、普通やから。なんで早いのか聞いてんの？早ないよ。お父さんご飯にしてます。私の残りのパスタを食べて、今野菜スープやら野菜を食べてますので、ちょっとプロテイン作ろうと思います。私も一緒で飲んじゃうと思うので、パスタあげちゃいました。裏切られた。黄色いさパプリカをさ、かぼちゃと勘違いして食べたらしくって、違う味がするって言って怒ってます。横になってますね。おせんべいたらふく食べてお腹いっぱいだそうです。土日はどうするのって今相談しております。今日私たちちょっとおバカさんなので、同じ T シャツ着てお家で過ごしております。ヒデの A。 どこにも A ないしね。多分これユニクロメンズとレディースだと思うんだけど、部屋着とかパジャマにしてるんだよね。お家でペアルックしてるおバカさんたちです。ポミが見てますね、並んで座ってるのをずっと見てる。ポミちゃんそろそろ大も行かないと、おちっこしてこないとね。ポミちゃんはトイレ出てますね。複雑なとこでしてますね今日。はい、ジョージュトくん、おやすみなさい。サニクずっと寝寝してたのに、トトくんのご飯だけ食べに来てますね。さすがですね、サニクね。お父さん今日もソファーで寝るみたいだから、仲良くしてあげてくださいね。お願いしますね。もしかしたら明日もソファーかもしれないから、お父さんお外でご飯食べてくると、お酒飲んでくるからきっとね。毎日よろしくお願いします。今日も一日ありがとうね、トト。ゆっくり寝寝してください。おやすみ、おやすみ、おやすみ。サニくん、おやすみ。いいちゅの間にトトくんのご飯食べたの？あれチュキなんだよね。あそこ特別なの入ってんだもんね、サニくん。
お父さんと年齢したら、あ、電話の音がする。映画見てんだよな、お父さんね。お父さん今日ショファーなんだってさ。今日も一日ありがとう、じゃあね。ゆっくり年齢してくださいね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。グッバイ。ポメの字。コミックミョーンってしてんの。お出てミョーンってヘタグ誰でしゅか。お父さんいるんだよね、あっちにね。お父さん見てんの、ポミ。今日はね、お父さん一緒にねしたいみたいだからね、ねしてあげてくれる？お願いできる？ポミちゃん今日こもり。豚肉来ましたよって。ポミだとお父さん好きじゃん。ねねの時は違うの。男同士みんな仲良しさで寝てね。今日も一日ありがとうね、ポミさん。ふん、眠い。ゆっくりねんねしてください。おやーしみ。おやーしみ。おやのみー。おやーしみ。タネク結局ここ来たの。あったくいんだよね、お父さんなんよね。よかったね、仲良くしてね。じゃあお父さんおやすみ。最終的にみんな来ましたね。みんな男同士で寝るらしい。ああ、よかったね。みんな一緒ねんねしゅんの男同士ね。じゃあみんなで仲良く寝てね。お父さん今日はムービーナイトするからね。おやすみなさい。本日も無事にベッドに入りました。今ね、1時20分過ぎですね。旦那がかなり早く帰ってきた割には寝るのが遅いんですが、別に特に何かしてたってわけじゃないんだけど、食事して週末何するとかっていう話してたりして、まあ特に決まってないんだけど、旦那がカチャカチャとパソコンいじってたりとかして、そしてお風呂に入って、で旦那がね映画見てて、私もねビデオ編集してたからこんなぐらいの時間になったんですけれども、お風呂出た後にここでいつも映画見てることが多いんだけど、今日は下で男同士の時間を楽しむということで、充電器持ってクッション出して映画を見ております。テレビにね繋いでみた方のがね、目も疲れなくていいんじゃないかなとか思ったんだけど、まあこのね iPhone で見ておりまして、1本多分見終わったらきっと寝るんじゃないかなとは思っているんですけれども、まあ多分そのまま寝ちゃうと思うんですけどね、2階に上がってこないとは思うんだよね。みんなで一緒に集まってたし、今日は私は一人で寝かせてもらおうと思います。昨日も少しお話ししていたかと思うんですけれども、明日は Vlog をお休みさせていただこうと思っております。公開予約が組んであるビデオが今3本あって、でもう1本ねもう編集終わってアップロードすればいいやつがあるので、4本ぐらいビデオのストックがあって、合間合間に差し込んでいこうかなと思いながらやっているんですけれども、そうそうね、自分の中でもゆとりができるというか心の余裕ができて、別にVlogを毎日撮るのが辛いとか大変とかじゃなくって、多分それはきっとなんだけど、もしなんか本当に具合が悪かったりとか、どうしても Vlog が撮れないとかっていう時があった時に差し替えるビデオがあるっていう心の余裕なのかもしれない。今日も特に何もせずにダラダラとのんびりしていた一日で、結局ネイルケアもやっておりません。なので明日塗らないかもしれない。というのもですね、今ネイルのグッズをね一つ買おうかなと思っているものがあって、それが来たらね試したいなーなんて思っているので、今塗っちゃうとまたオフしなきゃいけないからめんどくさいなとか、そういう気持ちが働いておりまして、まだそのそれを買うかとか買わないとかまで決まってなくて、まあ、カートに入れたり出したりしながら検討している最中なんですけれども、まあ決定次第ネイルはやっていこうかなと思います。今のところね、この前お話しいたしましたけれども、中指だけが折れてて、あとはねまだね元気、またちょっと伸びてきてボロボロし始めたら危険なんですけど、そしたらまあどんどん削っていって、できる限り折れないように短めに保ってはいこうかなと思っているんですけれども、ネイルグッズ買うまではこのままでもいいかななんていろいろ思っております。お買い物も何でもかんでもね買うっていうわけにはいかないので、私もすごい悩む方だから、悩んで悩んで悩んで決めていきたいなと思ってます。あんまりお話ししているとどんどんと長くなってきてしまうので、今日はこのあたりで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。
また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。